ひき肉を入れていきます。どうも、料理のサリュージです。はい、ということでですね、今回ですね、私まだ一滴も飲んでないんですけども、一滴も飲んでないということは何が今から起こるか皆さんお分かりでしょうか。思考シリーズでございます。今回はですね、思考シリーズの中でもですね、私が一番作りたかったものでございます。思考のミートソースでございます。はい、これね、ミートソースって実はですね、前に僕至高のボロネーゼっていうのをやったんですよ。で、ボロネーゼっていうものとミートソースね、まあほとんど同じじゃないですかと思うんですけども、これね、実はねちょっと違うんですよ。僕の至高のボロネーゼはイタリア式にちょっと作ってあるんですけども、今回は日本式のミートソース、酢のパスタにちょこんとミートソースが乗ってるのが僕なりの日本の給食で出てくるとか喫茶店とか出てくるミートソース、ミートソースとボロネーゼは全然味が違うんですよ。今回はですね、そんな家庭的な、もう本当に美味しい喫茶店で出てくるようなミートソース作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、今回は至高のミートソースパスタを作っていくんですけども、至高のミートソースパスタを作る上でですね、何が重要かっていうのを皆さんに、お伝えしたいと思います。今回ですね、とてもね家庭的なミートソースなんですね。もう本当に食べた人が、あ、そう、これだよ、この味だよっていうような味を目指します。なんで家庭的なパスタを目指すためにですね、自分も家庭的な気持ちにならなければいけないと思うんですね。なのでご家庭の味を今回ですね、飲みながら、やっていきたいと思います。どのご家庭にもある直器で大丈夫です。どのご家庭にもあるロックアイスですね、これを入れていきます。で、そしてどのご家庭にもあるアルチューマシンを、入れていきます。はい、中身はこれ角です。これ、そしてどのご家庭にもある、強炭酸水ですね、こちらを、注いでいく。家庭的ハイボールができましたので、これを飲みながら家庭的な気持ちになってきてます。もう家の味だね、これはね、実家のような安心感、家庭的な気持ちになりながらやっていきたいと思います。はい、それではですね、材料説明になります。結構ねシンプルです。今回はまずミートソースなので、合いびき肉 280g、まあ、300g ぐらいあってもいいんですけども 280g 合いびき肉、あと玉ねぎが半分 120g ぐらいですね。で、人参が1/2本 60g ぐらいで、トマト缶、僕はホールトマトのが好きです。甘みが強いのでホールトマトを用意してください。なければカットトマトでも大丈夫です。で、あとニンニクが2かけで、あとパスタ、まあこれ3人前ぐらいできるので、全部食べきるには 300g のパスタを用意してください。あとは調味料は概要欄です。至高のボロネーゼっていうのを前やってるんですけども、これ見る前に至高のボロネーゼ見ていただくと結構違いがあっても面白いかもしれないです。まあ、今回はそのままやっていきます。はい、まずですね、お野菜を切っていきましょう。はい、ニンニクです。はい、ニンニクを切っていきます。まあ、全部ね、みじん切りするんだよね。全部みじん切りするから、ブンブンチョッパー使おうかな。いつもね、包丁で切るんですけども、ブンブンチョッパー使います。今回はね、みじん切りめんどくさいので、ブンブンチョッパーを使います。これね、糸引くだけで、みじん切りができるって優れもんなんで、別に手抜きをしてるわけじゃないです。家庭ではこういう方が時短になるかなと思って紹介してるだけ。手切りでも構いません。で、ニンニクはね、ちょっと芯はね、取り除いておきます。焦げやすいんでね。ね、潰して潰すとニンニクの芯がね、こうやって簡単に取れますんでね。そしたら入れます。はい、みじん切りになりました。はい、今までの苦労は何だったんだっていう感じですね、これね。はい、分けときます。はい、ニンニクはニンニクで分けときます。今度ね、人参と玉ねぎは同じでいいんでね。じゃあ人参と玉ねぎもうね、玉ねぎもね、ザクッと切りましょう。はい、ザクッと切って、で、まあ皮をむいて、そして、切って、あと、こんぐらいぐらい、こんぐらい切ればいいかな。はい、で、こいつをこのブンブンチョッパーに入れちゃいます。はい、バラバラっと。で、このままね、人参も切っちゃいます。人参ね、皮付きで結構ですから、こんな感じでですね、人参ちょっと硬いんでね、ちょっとね、細かめに切った方がいいかもしれないです。これぐらい切っちゃいましょうか。で、これもね、全部ブンブンチョッパーの中にね、ボボボボって入れちゃいます。はい、ボロネーゼの時はね、人参使わなかったんですけど、今回はね、ちょっと家庭的な甘みを出したいので、人参も入れます。栄養価も高いんでね。なんでこれを入れてブンブン丸していきます。ほら、あっという間。
はい。それからですね、ミートソースを作っていきまーす。まずね、お肉をね、焼いていきます。オリーブオイル、だいたい大さじ1ぐらいですね。ひいていただいて、火にかけまーす。よく温めます。その間に、このひき肉ですね、これ、塩コショウしておきます。そうするとね、ソースにした後にね、お肉にも味がついて、全体的なまとまりが良くなりますから、はい、そして最初は強火でちょっと温めていきます。そうすると油がね、こうやってサラサラになっていきますんで、油が温まった合図でございます。そうしましたらですね、ここにひき肉を入れていきます。このね、ひき肉はね、あんまり焼かないです。ボロネーゼの時はね、結構焼いたんですけども、今回家庭的な味なので、あんまりね、焦がさない。お肉は前はステーキを焼くように焼いたんですけども、今回はね、崩しながら炒めている。そうするとお肉がソフトな食感が残って家庭的な味になります。今回目指しているのはレストランの味ではなくて、喫茶店だったりご家庭で作ったり、そういう味付けなんで。だからね、肉の焼き方一つにとってもね、表現の仕方で全然違うんですよ。だからね、料理に正解はないっていう、あくまで家庭的な味を目指します。これぐらい炒まったらニンニク入れていきます。至高のボロネーゼとはね、もう材料こそ似てるんですけども、かなりね、違った味しますんで、料理の面白いとこだっていうのを感じていただきたい。で、ニンニクを入れるとニンニクの香りがしてきますので、このニンニクの香りを逃がさずに家庭の味を飲んでいきます。あー、これ、この炒まった肉とさ、ニンニクの香りをこのスメルで飲める。ニンニクの香りもしてきました。そうしましたら、さっきブンブンしたですね、香味野菜ね、玉ねぎと人参を入れていきましょう。今回ね、若干玉ねぎ芽が出てたから、ちょっと青い部分もあるんですけど、まああんま気にしない、家庭的ですから、細かいとこは気にしない。はい、こんな感じですね。人参が入るとね、すっごくね、それっぽくない、ミートソースっぽくなるんですよ。家庭のミートソースに近づくんで、人参入れてください。これ色味もね、ちょっとね、明るくなってね、美味しそうに見えますんでね。今回目指すところは、大人のボロネーゼではなく、お子さん大好きなミートソース。皆さんね、お子さんこれ作ってあげてくださいね。僕は酒飲みのレシピしか作んないと思いきや、こういうのも作るんですよ。皆さん、料理お兄さんですからね。皆さん、ここら辺はちょっと強めの中火で野菜の水分をね、飛ばしていくような感じですね。で、ボロネーゼと違って、お肉もそこまで、焼き目をつけてないので、お肉はね、ソフトな食感になります。で、炒めてくるとですね、人参と玉ねぎが透き通ってきて、すっごくね、小宮さんのいい香りがしますね。これから煮込んでしまうんで、これぐらいで大丈夫です。そうしたらトマト缶を入れます。僕はね、ホールトマトの方が甘みが強いと思ってるんで、ホールトマトをいつも買ってます。この味付けだとこうなるんだ、あ、子供が好きな味になるなっていうのをちょっと体験してもらいたい。お母さんが頑張って作ってもらったミートソースみたいな味を。だからボロネーゼはちょっとワインの香りが強くてダメだったっていう方も、こっちはね、もう、あ、これこれって言って食うと思います。本当にそういう料理の仕方もね、ちゃんとこのチャンネル説明したかったよね。で、ホールトマトはね、こうやってお玉の先っぽでね、ちょっと潰しながらやってみてください。このミートソースはね、かなりいっぱいできますんで、3人前できますんで、もうこれ、6人前とか作りたいんだったら、もう倍量でね、やっていただいてもいいんでね。で、あとミートソースっていうのは冷凍できるので、なので余った分はね、小分けにして冷凍してあげてください。そうするといつでも解凍したらミートソースが食べれちゃう。そういうところもケアしていく料理研究家リュウジです。よろしくお願いします。清き一票。ここら辺もね、中火で大丈夫ですよ。焦がさないようにね、気をつけてくださいね。全体的にトマトがお肉と馴染んできたですね。で、今回ね、トマト缶の量もボロネーゼより全然多いです。2倍ぐらいです。トマトはね、がっつり入れてください。トマトトマトしてるのが家庭のミートソースだと思ってますんで。で、ここにですね、こっから調味をしていきます。まず胡椒ですね。これはお子さんもいると思うんで適度でいいんですけども、僕はお子さんではないので適度じゃないぐらい入れます。これは加減してください。僕は黒胡椒ジャンキーなの。黒胡椒入れれば入れるほど美味しいと思ってるので、これスパイシーな感じに、結局スパイシーな感じにしちゃうぐらいっていう感じですけど、すいません、それは僕の好みなんでね。はい、そしてですね、コンソメです。コンソメをね、小さじ2杯入れます。ボロネーゼではね、こういうコンソメとか使わなかったんですけども、ね、これを使わないとね、勝てな味にならないです。コンソメ絶対入れてください。そしてここでね、ちょっとわけのわかんないのを入れます。アルチューパックですね。はい、日本酒です。こいつを50cc 入れるんで、まあ大さじ3とちょっとですね。はい、これぐらいですね。はい、これを入れることによってですね、香りがついてワインよりもね、タンニンがないので
赤ワインだとこのタンニンの苦味がちょっと入るんですけども、日本酒はね煮込むと甘くなるんですよ。甘みと香りを追加していきます。トマトと日本酒って実は煮込むとすっごい美味しくなるんですよ。とここでケチャップです。これもねボロネーゼの時に入れてないです。基本的にあのイタリアの、料理は砂糖使わないんです。はい、だからケチャップも使わないんですけども、今回はねケチャップを使います。大さじ3とちょっと、これも 50cc です。こんぐらいね、これで 50cc。 これねケチャップを入れないと家庭の味にならないんです。これはね日本のミートソースなんでケチャップ入れます。はい、こうするとグッと家庭の味になります。でウスターソースですね。ウスターソースっていうのはあの基本的にすごくですね果実とか香辛料がこの中に入ってるんで、これでですね深みを出していきます。なければ中濃でも大丈夫です。ただウスターの方がちょっとスパイシーかな。スパイシーといっても甘みが強いんでそんなにね辛くはならないんで、これも煮込みます。はい、今ね甘い成分すごいいっぱい入ったんで、ただケチャップとウスターって酸味も入ってるんで酸味ここで飛ばします。酸っぱいとねあれなんでね、これで煮詰める。どれぐらい煮詰めるかっていうと、こうねすくった時にねあのテロンってならない、パスタの上にポトって落とせるぐらい煮詰めます。だから結構煮詰めますね。だいたいちょっと火力を上げて5分10分ぐらいですかね。ちょっとどれぐらいの硬さになるかっていうのをこれからやっていくんで、じゃあこのまま、焦がさないようにですね煮込んでいきます。じゃあですねちょっと強めの中火で5分ぐらい煮込みましたかね。そうするとどうですか、もう水分ほとんどないですね。こう落とした時にペタペタっとこれぐらいまで水分を飛ばします。じゃあ次はねパスタを用意します。はい、そうしましたらですね鍋、まあ今回ね僕一人なんで一人分、ちょっと沸かしております。でこれ毎回言ってるんですけども、1リットルあたり小さじ3分の2ぐらいですかね入れてください。茹で汁ね味見してください。あんまり味見しない方多いんですけども、塩入れた後にね味見するんですよ。で、まあ、ちょっと強めのスープぐらいの濃度にするんですね。そのまま飲んで美味しいっていうぐらいの濃度にしてください。それで茹でてください。そうするとですね今回ソースと、麺がセパレートになってますんで、麺の方にですね塩気がついてないと混ぜて食べた時に麺が味しないとね調和が取れないんですよ。なので塩かなり大事ですから、必ず沸かしてスープぐらいの濃度にしてください。塩分をそれで茹でてください。茹でるパスタは今回は 1.6 ミリにします。はい、まあ、ミートソースなんでもうちょっと太めの、パスタでもいいんですけども、まあ、今回あのご家庭でよくありそうな、1.6 ミリのパスタにします。お好みでもうちょっと太くても大丈夫です。あんまり細いと合わないかもしれないですね。でねじってこうやって上からずーっと押していくと、はい、こんな感じでうまく、そしたらこうやって沈めていって、人によってはそのなんか塩分濃度 2% とか 3% とかいいっていう方も結構いらっしゃるんですけども、なんか 2% 3% の方が沸点が高くなるからお湯の温度が高くなるんですけども、高くなるって言っても1度や2度なんで基本的にあんま変わんないと僕は思ってます。これねでもねあの人によります。これは、はい、僕は 1% のお湯でやって、あんまり麺がしょっぱすぎないような感じでやった方が僕はいいと思ってます。はい、でこのまま表示通りに茹でていきます。じゃあですね表示よりちょっと前ぐらいに茹で上げました。30秒前ぐらいで、これを湯切りしていきます。湯切ったらここに入れる。でバターです。本来ならねボウルで和えた方が非常に優しいんですけども、もう洗い物が嫌いなので僕、ミートソースが結構ねトマトとかたっぷりで強い味がするので、パスタがね酢のパスタだとちょっと弱いんですね。なのでバターを絡めて、調和を大事にします。バター絡めてください。これやるだけでね全然味違いますから。でちょっとまとめていただいて、でさっきのミートソースです。ちょっとね慣らしましょう。これですよ。ボロネーゼとはねちょっと違うんですよ。ボロネーゼはね混ぜ込むんですけども、ミートソースはね混ぜ込まない。でここにパセリ、これでしょ日本のミートソースは。はい、こちらで至高のミートソース完成でございます。それではできましたのでやっていきたいと思います。やります。家庭の味おかわり。はい、それでは食べていきましょう。せっぱったところをこうこれです。じゃあいただきます。ミ
ートソースこれでしょ。やった方がいいです。これミートソースたるものを多分思い出すと思います。でミートソース自体はもう本当に美味しい。うまっ、これだったわってもう思い出した。家庭で食べるミートソースってこれだよね。至高のポロネーゼも俺超好きなんだけど、多分ねこれ二分すると思う。それぐらい、あ、うん、もうこれだよっていう味する。多分この味に慣れ親しんだ人絶対に美味しいって言ってくれると思う。でここで味変カンフージェネレーション粉チーズです。もうねアホみたいにかける。でねこのバターの絡まったねパスタとさこのミートソースがさもう超合うんだよねこれね。優勝だ。日本のパスタもすごい、本当にうまい。これぞって味がします。歴史から見ると邪道なんだけど日本で言えば王道ですね。王道のミートソース。このポイントはパスタにバターを絡めておく、肉をあんまり焼かないってことですね。すごくね肉の食感がソフトに出てて食べやすいです。すごくでケチャップとウスターソースを加えてちょっと甘めの味付けにするってことですね。粉チーズは用意しておいてください。コクがぐんと増します。ボロネーゼと全然違う。ということでスタートチャンス。いやもうありがとうございます。はい、じゃあ乾杯。乾杯。そのまままず至高のミートソース、ミートソースでいただきます。うまっ、優しい。これミートソースだね。いやミートソースよ。ボロネーゼはあれミートソースじゃないよ。あれボロネーゼだから。ボロネーゼだね。ミートソースこれでしょ。全然違うでしょ味。柔らかい、うん、家庭的、家庭的だね。うまっ。でこれで粉チーズで、粉チーズ、うん、粉チーズかけるとなんかすごい輪郭がはっきりして、うん、塩気も出てくるから酒飲みたい。これこれっていう味。もう香りがねずっと作ってる時からもうなんか小学校時代思い出してたみたいな。最後、天才、天才料理研究家。まあですね、今回の至高のミートソースパスタいかがでしたでしょうか。この甘めのミートソースが好きな方絶対に受けると思います。僕ね至高のボロネーゼよりこっちの方が好きまであります。なのでぜひ皆さんやってみてください。ポンポン。だだだだ、だって家庭の味よ。家庭の味だから簡単でないでどうするんですか。僕はご家庭の味も至高だと思ってますからね。だって肉じゃがとか至高でしょあれ。あれ家庭の味だから。ご家庭の味ですよ。